はい、お待たせしました。BGB 309ガーラのバスケットボールですね。グループブレイク1ケースは8ボックス、1ボックスにカード5枚入りですね。40枚という形になります。で、チームの選択が、まあ、抽選ですけど、30チームドラフトになります。なのでお客様のハンドルネームを、3回抽選してドラフトの順位をまず決めてからお客様の希望順に、はい、チームを決めていくというやり方ですね。じゃあいきます。3回抽選です。1、ちょっと待ってください。はい、2、次です。3、はい、トップが YMS さん、ボトムが、あ、ボトムも YMS さんですね。で、こちらに貼り付けて拡大します。少々お待ちください。はい、それにしても暑いですね。はい、今日東京は35度行ったみたいです。はい、じゃあ、ドラフト1、YMS さんですね、おめでとうございます。ドラフト2、MYK さん。ドラフト3位、ポンプさん。ドラフト4位、りょうさん。ドラフト5位、けんいちさん。ドラフト6位、GP さん。ドラフト7位、りょうさん。ドラフト8位、SHK さん。ドラフト9位、YMS さん。ドラフト10位、Q さん。ドラフト11位、HH さん。ドラフト12位、TSK さん。以下、13位、UES。14位、YMS。15位、みっちゃん。16位、TMY。17位、GP。18位、Q。19位、IRV。20位、X3。21、MRN。22、UEM。23、IRV。24、TSK。25位、K39。26位 HH、 27 KAW、 28 MED、 29 IRV、 30 YMS となります。はい、じゃあ、まずドラフト1位の YMS さん、はい、 YMS さん推奨リストなのでティンバーウルブスですね。はい、ドラフト1位の YMS さんは推奨リストなのでウルブスです。で、ドラフト2位 MYK さん、 MYK さん、ちょっと待ってくださいね。はい、 MYK さんはティンバールブスの次がニックスです。あ、キックスになっちゃった。キックスオンファイアになっちゃった。はい、はい、ドラフト3位のポンプさん、あ、ウォーリアーズが出てないということでウォーリアーズっぽいですよ。一応確認します。ポンプさん、はい、ウォーリアーズです。はい、ドラフト4位のりょうさん、もうリストいただいてますね。はい、お、第一希望取れました、レイカーズ。はい、りょうさんもう一つですね。で、ケンイチさん、はい、ケンイチさんは、こちらですね、ティンバルブス、ニックス、レイカーズが取られたその次、サンズ。ケンイチさん、サンズです。はい。ありがとうございます。で、GP さん。今回リスト来てなかったんで、推奨リストからです。ティンバルブス、ニックス、レイカーズの次ですね。ペイサーズですね。はい。で、リョウさん。レイカーズ。の次、ティンバルブス、ニックス、サンズが取られた、ウォーリアーズ取られてるんで、スパーズ。はい、りょうさんはレイカーズとスパーズです。で、SHK さん推奨リスト、ティンバルブス、レイカーズ、ニックス、レイカーズ、ペイサーズ、セブンティシクサーズ。
はい、で YMS さん推奨リストなんで、ウォリアーズが取られて、サンズが取られてますので、サンダーで、 Q さんも推奨リストなんで、サンダーの下はキャバリアーズですね。チャンピオン球団ですね。 HH さんも推奨リストですね。ヒートですね、その下。 DSK さんはリスト来てる。 DSK さん、ウルブス、レイカーズ、ウォーリアーズ、キャブス、サンダー、ニックスの次ブルズ。はい、で、UES さん推奨リストですね。ヒートの次なのでセルティックスで、 YMS さんが推奨リストなので、ブルーズが出ましたね。スパーズが出ました。その次マジックで、むっちゃんさん、むっちゃんさん、はい、上の方が取られてますね。ブルーズの次かな。ナゲッツ出てないですね。ゲッツ、はい。で TMY さん、これか。はい、ティンバルブスとかは上の方は取られちゃってますけど、スパーズの下出てないですね。クリッパーズ、クリッパーズが空いてました。 TMY さん、クリッパーズで、 GP さん、はい、さっきマジックまで行って、ナゲッツが取られたんで、その次がホーネッツ、ホーネッツで、 Q さんが推奨リストなんでロケッツで、 IRV さん、はい、上の方は取られてますね。セルティックス、ブルーズ、スパーズ、マジック、ナゲッツ、ホーネッツ、ロケッツ取られて、ジャズですね。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。で、X3 さん。さっき推奨リスト、ロケッツまで行きました。で、ジャズが出たんで、クリッパーズに取られて、キングスですね。X3 さんはキングスで、 MRN さん、はい、上の方が取られてます。あ、10位希望10番目にウィザーズがありました。はい、21位で取れました。希望順位10番目です。で、UEM さん、DM さんも上の方は取られちゃってますね。お、スパーズの下、真ん中ぐらいですかね。マユユペリカンズが残ってました。はい、大丈夫ですね。 DM さん、ペリカンズチャンスありますよ。はい、で、はい、RV さん、先ほどはジャズまで行きましたね。で、クリッパーズ取られて、キングス取られて、ペリカンズ取られてますんで、その次ホークスで、 TSK さん、上の方は取られてますね。あ、あれ、これも真ん中ぐらいに、セブンティシクサーズの下にラプターズがありました。何かと出るんですねラプターズは。はい、で A30、 はい、お、ジャズを5位に持ってきてたりしてますね。でも取られてしまってます。ペイサーズ、クリッパーズ、メジャーズです。だいぶ下の方になりましたけど、ブレザーズが残ってましたね。
前回リラードの、ね、スペクトラで金パッチ来ましたね。あれもだいぶ下の方でした。25位でブレザーズ、はい、K39 さんですね。で HH さんは推奨リスト、もうあと5チームしかないですね。ブレザーズが出ましたので、ネッツっぽいですね。ネッツっぽネッツっぽいです、はい。で KAW さん、上の方取られてます。ウィザーズも出ちゃいました。なので途中から推奨リストに変わるという方ですね。で、ネッツ、ウィザーズ、ラプターズ出ました。なのでピストンズですね、はい。で MED さん推奨リストなんでバックスで、IRV さん、あと残すはグリズリーズとマブスですね。クマちゃんか、マブスはペリカン、ペリカンじゃないよユニコーンなんですかね、なんですかね、はい、詳しく知らないです。 IRV さんは上にあるのがマブスです。で YM さん最後グリズリーズ、はい、でも出ますよ結構ね、皆さん、あ、図は Z ん、はい、S でよかったはい、こうなります。読み上げます。YMA さん、はい、ドラフト1位ですね、ティンバールブスで、ドラフト2位 MYK さん、ニックス、ドラフト3位ポンプさん、ウォーリアーズです。で以下4位リョウ、レイカーズ、ケンイチ、サンズ、GP、レイカー、あー、ペイサーズ、リョウ、スパーズ、SHK、セブンティシクサーズ、YMS、サンダー、Q、キャブス、HH、ヒート、TSK、ブルズ、US、セルティックス、YMS、マジック、ミッチャン、ナゲッツ、TMY、クリッパーズ、GP、ホーネッツ、Q、ロケッツ、IRV、ジャズ、X3、キングス、MRN、ウィザーズ、UEM、ペリカンズ、IRV ホークス、TSK ラプターズ、K39 ブレザーズ、HH ネッツ、KAW ピストンズ、MED バックス、IRV マブス、YMS グリズリーズとなります。はい、じゃあ開けていきます。こちらです。ガーラバスケ。ね、はい。はい。よいしょ。でちなみに、BGB310 は、水曜日発売の、ブラック&ゴールドを募集開始しました。先ほどぜひこのブレイク終わったら、URL 先ほど YouTube のチャットに書き込んだんで飛んでご注文ください。水曜日開催したいと思います。じゃあ箱ですね、とりあえず分解してパックの状態にしますね。箱の形状は去年と一緒ですね、はい。あ、グリフィンなんですね。全部で8ボックス、まあ8パックですね。よいしょ。はい、
じゃあハサミでやっていきます。一応結構なお値段のカードなので、で上も下もちゃんと必要とするカードなのでハサミを手帳使います。はい、じゃあカードを取り出していきますね。裏向いてるんでこのまま置きましょうか。はい、葉っぱこ並びました。じゃあ行きます。大丈夫ですね。じゃあここから行きましょうか。あ、初っ端オートなんですね。はい、あ、旬ラストコンレイグリズリーズ最下位30番目です。 YM さんいきなり、これでもあと安心して見てられる。はい、コンレイオンカードで、次がシネマティックですね。とりあえずこれは、ここにシリアルがあります。15-40。で、2枚目。はい。こう置いていきましょうか。ミッチ・リッチモンド。ですね。シネマティック・シグネチャー 34-60。ミッチ・リッチモンド。キングスです。またもや、20位。でもいいですね、これね。対サンズ戦かな？ね、懐かしいです。お、ダブルパッチ。かっこいい。ユーイングとスタークス。ニックスです。おめでとうございます。
同じやつですね。ブレイク・グリフィン来て、ジョージ・マース来て、カイリーとナッシュですよ。すごいですね。こんなに出るもんなんですね。ほー。はい、ナッシュです。これ後で、ちょっと終わった後にチェックリストを見に行ってみます。で、ジャージカード。スタンリー・ジョンソン。15-40。はい、ポール・ジョージのジャージ。23-60。ペーサーズですね。で、最後、ベースカードのジュリアス・アービング19-99。で、ラスト。はい。上にシネマティックがありますね。40-50です。ケニー・スミス。ロケッツですね。懐かしい。おー、またこれもいいんじゃないですか。欲しい人いっぱいいる。ティンバーウルブスのザック・ラビン。ダンクチャンプですね。スラムダンクチャンピオン。なってます。32-50。いいですね。50枚限定なんだ。ね、そのシーン。で、ジャージカード。ジェファーソンですね。ネッツ。25-40。もう一個ジャージ。46-60。セルティックス。セルティックスはジャージで稼いだ感じです。3枚は出てますね。レジー・ジャクソン36-99。ピストンズです。はい、以上です。で、抽選ですね。400ポイントの抽選。抽選後のものを使います。はい。で、抽選3回です。こちらですね。で、3回抽選して1番に来た方がこのカードを手にします。400ポイント。まあ、トレードだったら40ドルぐらいはもらえますね。ね。いきます。1。2。次です。3。はい。1位というか1番目、YMS さん。YMS さんですね。400ポイントです。おめでとうございます。はい。YMS さん、400ポイント。じゃあ、ちょっとナッシュ見に行ってみようか。ナッシュ。ナッシュはどこなんでしょう。ガーラバスケットボールですよね。あ、ちなみにあのブラック&ゴールドの受注を開始しました。水曜日開催できるようにあのご協力お願いいたします。ぜひご参加ください。ガーラ、レデは2枚、ナッシュとカイリー・アービングが出ましたね。メンツいいですね。ブレイク・グリフィンも出てるし。え？アワーウィニングオートグラフって20人しかいないじゃないですか。何枚出ました今日。これね、20人しかいないですよ。4、5枚出てますよね。ジェネレグラフってどこにあるんですか。3番がカイリーですもんね。あー、あった、これか、これですね。ジェネレグラフセット。これの、
スリラーでいいんですか。はい、ここですね、ここです。3番のカイリーはキャブス、スティーブ・ナッシュ。14番レイカーズです。ナッシュはレイカーズ。ナッシュはレイカーズです。なのでレイカーズは、はい、リョウさんですね。おめでとうございます。ナッシュです。はい、じゃあ、録画はここで終わりますんで、ありがとうございます。